さて、コマリ様による全世界オムライス化計画が始動しました。なんだよその計画、デタラメなこと言うな。でも新聞に書いてありますよ、全世界をオムライスにしてやるって。有言実行しなければ嘘つきになってしまいます。嘘つきは新聞の方だよ。ああもう将軍なんてやめて引きこもりたい。その場合、コマリ様の渾身の小説が全世界にばらまかれることになります。やめろ、お父さんに言いつけるぞ。言いつけてどうにかなるとお思いですか。ならない気がするな。ガンデス・ブラッド卿もコマリ様のご活躍に期待しておられますからね。とにかくやめろよ。人の弱みを握って脅迫するのがそんなに楽しいのか。優越の極みです。コマリ様が泣きついてきた時の衝撃といったらありませんでしたね。やっぱりお前は変態だ、変態メイドだ。天使も格やという可愛さでした。これからは小説をネタに脅迫することを日課としましょう。不公平だ。私にもお前の恥ずかしい秘密を教えろ。そんなものはありません。私はどこに出しても恥ずかしくない完全無欠の清楚メイドです。そうだよな、人のベッドに裸で侵入してくるやつに恥じらいなんてあるわけないよな。黒歴史を大公開されたくなかったらきちんとお仕事を頑張りましょうね。もうやだ。